今回はいよいよ後がなくなってきたダニエル・リカルドについてのお話です。過去に2度自分の思い通りにチームを移籍していたリカルドは、くしくも2度連続でシートを喪失してしまうかもしれません。レッドブル離脱の経緯。リカルドは2018年を最後にレッドブルのシートを自ら放棄しました。ヘルムート・マルコをはじめとしたレッドブルの首脳陣は契約更新の意思を見せており、それが完全に規定路線でした。しかしリカルドは明らかに劣るルノーへの移籍を決めたのです。これには3つ理由があります。1つはレッドブルが若きマックスをメインに考えるようになっていたこと、ルノーが破格の超高額年俸を用意したこと、そして何よりマクラーレンで苦戦していたホンダのパワーユニットを嫌ってのことでした。リカルドの2018年の推定年俸は約6億6000万円と言われていますが、ルノーは約6倍の39億円を用意。当時のリカルドは通算7勝を挙げていましたが、明らかに成長著しいマックスに押され、タイトル争いもできていませんでした。長い F1 の歴史においても、そのようなドライバーが受け取る年俸としては、過去最高記録ではないでしょうか。リカルドはレッドブル離脱についてこう語っていました。レッドブルは僕が望んでいた条件に近いものを提示してくれたと思う。でもいくつか迷うところがあった。最初彼らは2年契約を望んだ。でも僕はあと2年残ることに疑問を持っていた。自分自身のモチベーションが持つか心配したんだ。またホンダがうまくいかなかった場合のことも考えた。そうなったら2019年はフラストレーションがたまる年になるだろう。そういうわけで、それなら1年契約で行こうと考えた。ホンダがうまくやれれば素晴らしいことだし、そしたら契約を延長すればいいと思った。でも1年契約というのはリスキーで、1年契約で走っても大きな成果を上げられないように思ったんだ。自分にはとにかく変化が必要だったんだ。だからどういうことになってもそれを受け入れる。これが僕にとって正しいことだと信じているんだ。今思えばリカルドの崩壊はここから始まってしまったと言えますが、結果的には成功だったとは思えません。ただあのままレッドブルに残留していたとしても、さらにマックスとの差が浮き彫りになったと思うので、マックスに負けたドライバー、成績不振でシートを喪失したドライバーという失格の烙印をされていたと思われます。残念ながら現時点のリカルドを見ていると、それを少し先延ばしにしただけではないでしょうか。ルノー離脱の経緯。リカルドの加入により、ルノーは2018年の最高ランクの4位を更新することはできなかったものの、2019年と2020年はランキング5位を維持していました。これは誰が見てもリカルドのおかげで、ルノーとリカルドは2021年以降も共に戦っていくと思われていました。しかし2年契約の2年目のシーズン序盤に、いきなりマクラーレンへの電撃移籍を発表したのです。ルノーという特殊なチームの内部事情を知ったこと、それにより先が見えたこと、戦闘力が上がってきたマクラーレンに魅力を感じたことが原因だと思います。契約更新に伴い、ルノーは破格の高額年俸を用意し、エースのリカルドに期待していたと思いますが、その全てを自らが捨て去ったのです。この時点で事実上レッドブル、ルノー、そしてホンダから出禁扱いになったと感じています。しかしそこからリカルドの誤算が始まり、若きノリスと角田裕毅がリカルドの大きな壁となっているのです。とんでもない共通点。先日そのリカルドに対しヘルムート・マルコがこう語りました。少なくとも角田は予選でとてもいい。リカルドは早急に何かを見つけなければならない。この言葉、どこかで聞いたことありませんか？昨年の5月、すでに5戦が終了していた時点で、ヘルムート・マルコはデフリースに対しこう語っていたのです。デフリースは早急に改善する必要がある。チームメイトの角田裕毅は素晴らしい仕事をしており、彼との差は大きすぎる。サッカーの言葉で言うと、ニックはイエローカードだが、まだレッドカードは出ていない。彼が改善すればドライバー交代という話はない。もし最悪の事態に陥ったなら、我々はレッドブル傘下の若手ドライバーたちに頼ることになるだろう。
具体的にはリアム・ローソンと岩佐歩のことを指している。リカルドは対象ではない。この状況、今のリカルドと全く同じだと思いませんか？ちなみに当時のデフリースは角田裕毅に対し予選で1勝4敗で、角田裕毅が2度に優勝し2ポイントを獲得していたのに対し0ポイントでした。ヘルムート・マルコのコメントからもわかる通り、彼はリカルドを買っていません。しかしデフリースの失敗もあり、次はホーナーの意見を尊重しリカルドが起用されたと見ていいでしょう。ちなみに現時点のリカルドは復帰後計12戦を戦っていますが、予選で Q3 に進出したのはわずか1回、入賞もわずか1回だけです。その同じレースで角田裕毅は Q3 進出3回、入賞5回となっているので、リカルドが完全に負けていることが数字に表れています。そんな中でのバーレーンのチームオーダー、そして順位を戻さなかったことに、特に日本のファンからの注目が集まったといえます。ルーキーのデフリースにはわずか10戦しかチャンスを与えられませんでしたが、100戦連磨のリカルドはすでに12戦のチャンスが与えられ、今後も当然のようにチャンスが与えられ続けます。結果が全ての F1 の世界において、2人のこの差は一体何なのでしょうか？もしかしたらデフリースはヘルムート・マルコとクリスチャン・ホーナーの確執の最大の被害者だったのかもしれませんね。リカルドとデフリースの違い、当時デフリースはこう語っていました。言い訳を探すのはあまり好きではない。自分自身であまりにもミスが多すぎると思っている。それについては素直に認めるよ。ペースについては何度か強力だった時があったので、そのことで勇気づけられ自信を持てている。でもあまりにもミスが多すぎるために結果につなげられずにいる。それは学習プロセスの一部であり、うまくいくこともあればいかないこともある。人間はミスを犯す。でもそこから前に進んでいくんだ。その後結果的に彼はシートを喪失してしまいましたが、年齢を重ねていたものの、やはりルーキーだったのでワンシーズンはチャンスを与えるべきでした。特にルーキーには3年の時間と経験が必要と語っていたトストさんがチーム代表だっただけに、そうすべきだったと感じています。一方、角田裕毅に歯が立たないリカルドはサウジアラビアグランプリ後こう語っています。正直なところ、マシンにはいくつかの問題がある。効率とか全てのことでいくつかのことがうまくいかなかった。それが溜まっている一方で、他のマシンがどんどん良くなっていくのはちょっとした現れだ。それがマシンの限界だと感じるんだ。その後いくつか発見もあったけど、パルクフェルメルールがあるため大幅なセットアップ変更ができなかった。おそらくパルクフェルメルールがなかったとしても24時間で修正できることじゃないけどね。悪かったことが分かっているから僕は楽観的でいられるんだ。いいマシンで全てを解決できればもっといいレースができるはずだ。ここまで語ったリカルドはもう完全に言い訳ができない状況になったと言えます。 RB のマシンにまだまだ改善の余地があることは分かりますが、少なくとも角田裕毅も同じ状況で戦い、リカルドを圧倒しているという事実があります。サマーブレイクまではあと12戦あります。そこでリカルドに改善の見込みがなければ、ヘルムート・マルコが推すローソンにシートを奪われるかもしれません。残念ながらリカルドのシート喪失のカウントダウンはもう始まっていると言えます。現在のリカルドはあの時のリカルドではないのです。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。みんな明日も頑張れ。